ということで、皆さんもぜひ、元気にノリノリで聴いていただきたいと思いますが、みんな呼んでみたいと思います。はい、キングスの皆さん、リアルに愛してね。
私たちは普段、皆さん右手に見えますイカシャの中にいます。普段はペラペラです。でもこういう時になるとみんなに会いたくて3次元に飛び出してきます。ほんとで、リアルルルルルの曲はドライバーの男の子の魔法にかけられた私たちが3次元に飛び出して恋をして3次元に飛び出してくるという曲ですね。とても可愛らしい曲ですよね。しかも頭に残る曲ですので、皆さんスタンブースに1枚500円でリアルルルルルが入った CD がございますので、ぜひぜひお買い求めください。ぜひぜひぜひじゃあ自己紹介いっちゃう？自己紹介いっちゃいましょうか。はい、さっき聞いておられた方は聞いておられた方はもうわかるかな。もう一回言ってもやっちゃおうね。やっちゃおうね、はい、初めての方もいると思いますので、それでは私から言います。はい、言わせていただきます。ギックスリーダー越後ゆかりです。越後いちのおヤンダ娘、楽しいことと猫が大好き、よろしく、越後ゆかりです。よろしくお願いします。ゆかりちゃん、はい、皆さん、私がゆるほわーと言ったらマイペースと返してください。お願いしますね。はい、ゆるほわーマイペース。はい、ありがとうございます。ゆるほわマイペースですぐに自分の世界に飛んでっちゃいます。越後ひかりです。よろしくお願いします。ひかりさん、ありがとうございます。はい、じゃあ皆さん、私がマイクを向けたらあっかりんとお願いします。皆さん上がってくださいね。いきますよ。イークス1のちびっこと言ったらあっかりん。はい、ありがとうございます。アニメと漫画が大好き。今日はこれで最後のステージなのですが、今日は皆さんと もっともっと楽しんで盛り上がっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。かわいい。そして特別ゲストのご紹介を。なんかちょっと今日は今日ずっとこうやってるのがちょっと今日癖なんですけれども、私が新潟一時期のキャラクターのエチゴゆかりと申します。皆さんよろしくお願いします。ゆかりさん、ありがとう。はい、ちなみにお姉ちゃんは全リーダーです。そうなんです、全リーダーなんです。よかった。そう、ブリカツくんは佐渡からいつも来てくれてるんだよね。はい、そうなんです。今日も朝一ですか？昨日のうちに乗り込みました。あ、今日は前乗りしていただいたみたいで、はい、気合い十分な感じでね。そう、はい、はい、そうね、これ私ずっと気になってたんですけど、はい、絆創膏貼られてます？傷ですか？赤切れです。赤切れだ。切れですかね。気をつけてくださいね。ここの辺とかもなんかちょっと。これは指振りです。指振りって何ですか？俺とは別の生命体でね、今年の3月にね、大阪遠征行ったの。そしたらね、ホテルで朝起きたら生えとった。覚えてた。
こいつに言わせるとね、こっちが本体でね、俺がこいつに寄生しとるんです。サイズ感がちょっと辛い逆なんですね。じゃあ生命を持たれているということで、こちらの方も出てらっしゃるんですかね。こちらちょっとそうですね、できるだけ起こさないように。でもちょっとちょっと起きていただいてきまして、せっかくね。そうですね。お名前はあるんですか？ゆびかつくん。ゆびかつくんと、ゆびかつくん、私今日初めて知ったんだけど。私も初めてだな。ゆびかつくんね、今後、じゃあ。あ、ゆびかつじゃなくてゆびぶりですじゃ。ゆびぶりくん。間違えちゃったよね、今ね。ゆびぶりくん。ゆびぶりくんも今後はじゃあぶりかつくんが、できるないかも。